150カ国以上が加盟している世界の中央銀行の中央銀行と言ってもいい IMF 国際通貨基金がドル基軸は問題ではないかと検討せざるを得なくなってきまして、 IMF っていうのは重大な決議をするときは最低5年間検討するということがありまして、2020年から2025年に結論を出すということで、今基軸通貨についてのドル基軸体制を廃止したならば、どういう新しい国際基軸通貨体制ができるかということを今検討しているわけなんですよ。どんな遅くても2025年にはドルの基軸は終わるということなんですよ。そして誰もが文句を言えないような通貨体制を作ろうということで、今考えられていることは IMF に SDR という一種の証券なんですが、ドルとユーロとポンドと円と人民元、これが SDR の採用通貨になっているわけです。 SDR の価値っていうのはこの5つの通貨の平均価格、そしてそれを金の裏付けをつけて SDR と金との交換性を決めて、 SDR とそれぞれの国の為替レートを決めていこうということで今話が進んでるんですよ。